一昨日の名古屋市中村区での事故そして昨日の各務原市での事故状況はそれぞれ違いますがいずれも午後5時ごろに発生しました新年度が始まっておよそ2か月警察は新しい学年になって慣れが出てくるこれからの時期特に夕方の時間帯は 子どもの事故が起きやすすいと話します愛知県では午後3時から午後6時まで小学生の子についても下校時間に当たりますけどこの時のに歩行者、あと自転車ですね、こういった事故がちょっと多発している傾向にあります2019年からの5年間で愛知県内で6月に発生した小学生の事故件数は 午後3時から6時までの時間帯が141件全体の6割以上と突出しています住宅街の道路などを車で走行する場合ドライバーの安全確認が事故の抑止につながるといいます制限速度を守っていれば安全だというわけではありませんまあ、周りの状況に応じてですね、もっと速度を落とすあとはあの前方の確認をしっかり行うと こういう安全確認も行った上で走行していただくことが重要になると思いますまた交通ルールについて家族で確認し合うことも大切です一番身近にいるあの大人であるまあ家庭ですねこちらの方で安全交通安全について話し合う場を設けていただくということが重要になるかと思います交通ルールを守る姿勢これはあの大切な子供を見ていると思いますので大人が手本となるように ルールを守ってですね実践することが重要だと思います。